毎度おなじみ木馬でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。木馬です。今までですね、私の方はスマートフォンの IC レコーダーアプリを使って録音してたんですが、今回からですねオリンパスの IC レコーダーを買いましてですね、このように配信しております。お聞き苦しい点があろうかと思いますが、ご容赦願います。さあ、軽貨物運送の独立で霊園開業っていうねキーワード、霊園開業、霊園独立とかね、ゼロ円独立とか、まあいろんな言葉があろうかと思うんですが、な一昔前のですね霊園ゼロ円引っ越しとかね、ゼロ円パソコンとか、私が開業した時代ではですね、よく家電量販店とかね、霊園パソコンとかこうやってましたね。で、私はさすがに霊園は不当券売に当たるん違うんかなと思ってね、私はまあ1円引っ越しをやってた時ありましたね。すんませんね、インターネットの取り次ぎとセットでね、やってたことありますね。電話機のですねプッシュホン、NTT の取り次ぎ代理店の登録してね、インターネットのね取り次ぎ代理店の登録して引っ越しとセットでねこうやってたこともねありましてね、懐かしいなと思いながらこう眺め寄ったんですが、またこの 何十年と経ってもまた忘れた頃に、1円、独立とかね、ね1円法人設立とかなんかね、そんな類が多なってきてますね。こういうキーワードがまた盛んになってくると、経済状況というか開業者の初心者の財布の中身の薄さっていうのがですねよくわかりますね。まあほどほどにしないとね、当局からまた、お前携帯電話でもね0円携帯とか新規0円とかいろいろあったんですが、それはまた違いますね、意味がね。まあこういうのはですね、大手のリクルートを拝見すると彼らが巧妙にキーワードを微妙に変えてきてますね。で、なぜ大手の求人を見た方がいいのかっていうとですね、彼らは我々と違ってですね、コンプライアンス部門というかガバナンスとかこの法務部門っていうのが独立してましてですね、そこに顧問弁護士といい、こう予算がちゃんと割り振られてますからね、契約関係とか書類ですね、法人から出す書類に銭をかけてると、ギリギリを攻めてるとね。トヨタ自動車とかですね、こう日産とかこう京セラとか、まあ、大きい会社、グローバルに展開しよう会社、まあ、大企業と言われる会社の契約書がですねすごく巧妙なというのはね、彼らは法務部門にきちっと予算を設けてですね、その予算を契約書にしっかりと落とし込んでるということでね、これ学ばないかんことなんですね。自分たちで考える前に大手はなぜ、グレーの表現を避けるのかね、それはですねやはりプロがついておりますから、過去の軽装ポイントをうまく回避するとかね、委託ドライバーが自席2000と他席にしてね、自営業者ではなくて労働者で訴えてくるなどですね、10年も15年も前から研究を重ねておりますんでね、今更っていう部分はあろうかと思うんですが、昨日今日開業した方はね、YouTube の動画しか見てませんのでね、一からということなんで、彼らにとっては真新しいんでしょうが、世の委託会社は研究を重ねてですね、利益をきちっとですね法務部門に回して予算投下しているということでね、アホではないとね、過去の人柱と争ったポイントがですね散りばめられているということで、学ぶべき多いこう募集内容ということでね、皆さん、わけわからんジモティとかですね、インディードとか何でもいいんですけどね、無料の求人サイトを見る前にですね、まずはその委託会社最大手の法務的に、リクルートの文字を見ていただいてですね、あるパターン化を見つけていただいた上で、その自分の興味がある委託会社の文面を見た方がね、あらって思う箇所も多々出てくるだろうしね、あらっと思ったら指摘するよりもね、入ってみてね、でそこを指摘ね、揉めた時に指摘するんもこれ考え方にもよると思うんですけどもね、いずれにしましても大手は無駄がないということでね、
大手のやり口を研究しながらですね、このギリギリを攻めていくというね、そんな風にね、感じる次第でございます。まあ大手を相手にするとピンハネ率が高いとかどやこや言われますが、まあどんだけ単価が良かったって入金がなければね、負けなんですね。だから継続性がある企業と取引したいっていうのが、これは自営業者の切実なる願いですね。しかしながら人はですね、ピンハネ率なのマージン率なのいうね、本当にもう素人が言うようなことばっかりね、まことしやかに語っておりますけども、お金払ってくれるかどうかわからん安心感もない相手に単価がいいだの悪いだのね、人柄がええだの言われたって、それがどうしたんですかっていう話なんですけどね。まあ大手ほどですね、過去の判例に機敏に反応してですね、やってるという視点から考えますと、なかなかもう大手からですね、ゼロ円開業という加盟金ゼロというね、パワーワードを用いなくてもね、きちっとリクルートができるということで、こういうパワーワードを使うと興味をそそりますからね、人が寄ってくる。でも吸引力があるところはわざわざそんな危ない橋は渡らないということですね。ただでさえですね、 Google に載ってること、ネットに載ってること、自分が調べれば分かることでもですね、人に聞くことしかできない人種っていうのはおります。ですからその人らをね、遠くに見ながらね、リクルートを掲載していくと逆恨みされる恐れがありますからね。肝心なことを考えていただきたいんですけどもね、本当に優秀だと自分が思っとったって意味ないんですね。第三者から見てもあの人素晴らしいなと思う人は誰かしら声がかかりますね。声が複数かかかるということは同じように思っている人が多いということで、市場的価値は高いですね。そういう人の引き受け単価っていうのは上がっていくわけですが、どうでもいい人とかですね、内容によっては使い捨てを求められている場合は、求人媒体もそのような媒体が多くなってきますよね。もちろん事業者ご自身の予算の額の違いもあろうかと思うんですけども、それはそのステージを選ぶ事業者は分かってて募集をするわけですからね。いちいち SNS でですね、どこそこの誰々さんが素晴らしいから欲しいとかって書きませんね。アンダーで一本釣りですね、条件提示をアンダーでやってね、第三者が見るわけないでしょ、自分が本当に欲しかったらね。それぐらいですね、需給っていうのがあって初めて引き受けがあるわけで、その需給が必ずしも有名無名関係ないですよね、お金を生むということに考えたら。しかしながらその配信者勘違いしとんですが、有名になることが何かしらメリットになるって言ったら広告塔の意味はあります。広告塔のね、そこになってくるとね、商材を見極めることができるのかできないのかってインフルエンサーさんに求められておくことなんですね。そうでしょ、インフルエンサーさんによって、紹介したものがですね、とんでもないものだったとしても責任はございませんよ。勧められたからビジネスに乗っかっただけだからという言い訳があるからね。でも我々は見ないといけないのは、こいつは見ぬ目があるのかないのか、これなんです。今何度講釈を垂れて、楽天エクスプレスの件もそうですよね。紹介したやつにはあくまでも紹介しただけやからね、責任はないかもしれないけどもね、そいつに見る目があったのかって言うたらね、あるかないかの判断は視聴者はできると思うんです。でも回避できるのかできないのかってなってくると、配信者が信じ取ったんだったらね、それ配信者も被害者なんですね。だから配信者叩くんは筋違いっていうことは分かりますね。しかしながらそいつが見る目があるのかないのかっていう観点は一生つきまとうと思うんですよね。今週のへそくり投資の日経先物ミニのね、ポジションなんですが、損切りをずっと続けておりまして、ロングポジションを大幅に減らしました。2022年3月29日頃に買ったポジションがですね、ようやくマイナスからプラスに、転じることができまして、なんとかね、カットっていうか利益確定ができました。だいたい5ヶ月ですかね、周期的に言うと。しかしながらですね、ショートポジション、空売りポジションが大部分を占めておりまして、現物
を容器持ってますからね。で、その、それと、それの半分ぐらいの金額を空売りでヘッジしてるんですけども、含み損がですね、大幅に、増加してしまいましてですね、現物はプラスになってるんですが、含み損の方がね、多くて、ちょっと、悶絶するぐらいの金額になりました。まあ、まだまだ目先上ですけどね、やっぱりもううまいこといかんね。でも空気感が変わりましたんでね、この空気に乗っていきたいと思います。なんかSNS とか動画では大暴落が来る、大暴落が来るとね、叫んでる方が多いんで、まだまだちょっと上なんじゃないかなと思います。今週ですね、8月12日現在でですね、プラス1312万5951円で先物は確定しております。で、現物はですね、前回と変わりなくということで、合計合わせてですね、元旦、2022年元旦から8月12日までの約8ヶ月間でですね、第4期のへそくり投資はプラス1422万強ということでですね、推移しております。ですが今含み損がありますんでね、だいたい差し引きして700万ぐらいのプラスということで、順調にねやっております。まあ一寸先は闇ですからね。現物の方はですね、まあ明治海運ですね、明治海運、私の大好き明治海運のプラスがちょろっと乗ってるのと、東京製鋼ですね、製鉄かな、東京製鉄かな、これとこの2銘柄でね、元気よく現物はやっております。ご清聴今週もありがとうございました。